やばいんだけど、コミュニティ終わんねえんだけど。終わり。ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。それで、富澤です。はい、今回ね、なんと大晦日に公開される動画でございます。はい、今年最後の動画になりますけれども、はい、今回コンバットをお届けしたいと思いますが、今回は特別回ということで、2020年に発売されたカードのみでデッキを構築するというね、はい、まあ、今年出たカードっていうと、まあ、通常エキスパンションの、テロス、カンコンキ、イコリア、基本セット2021前期からの役もあるんですけれども、他にはですね、統率者2020とか、統率者レジェンドとか、構築済みとか、はい、あとジャンプスターとダブルマスターとか、はい、そういうのも出てるんで、そういったカードを全て含めて、デッキを構築すると、どんなデッキができるのかというね、お互い最強っぽいデッキをね、持ってきたということで、超レガシーで禁止のカード、マナクリプトとか、ね、その辺はさすがにちょっとクッキー読んで、今回使ってません。僕が使うのはこちらですね。オムナスとウロ、はい、今年を象徴するね、はい、カードですよね。スタンダードも最近あったんですけど、ダブルマスターズとかジャンプスターズのカードで超強化してみた。はい、皆さんの方はおぉしかし、ジェイスフォースオブウィル、レガシーじゃん。これ、ね、全部ダブルマスターズに入ってる。あ、そうだそうだそうだね、入ってる。ダブルマスターズ、レガシーのお城のパーツほとんど入ってる。そうだね。オーダー使いも入ってる。オーダー使いも入ってる。剣も入ってる。そう、剣も入ってる。しかしマスターズじゃん。なんでもいい。まあ、これは結構歴史的な、ね、スタンダード禁止カード。ジェイス・イシカジというよりも象徴的なカードですけども、令和の禁止デッキと平成の禁止デッキ。じゃあ今回対戦やっていきたいと思います。どちらがね、勝つか、ぜひ予想してみてください。はい、ということで、よろしくお願いします。お願いします。ということで、先行もらいます。はい、はい、一応初手です。まあ、ちょっと初動遅いんですけども、後半に期待できる初手かなと思います。あとちょっとスペルバランスよくなって攻めるカード、守るカードとあるんでキープします。はい、お願いします。じゃあ、うん、グランコミスでおしまいです。あと、キープで終わり。はい、こちらあれが前期カーの、うん、ペリエクスペディションです。ペディションでいちいち説明することもできる。はい、出します。で、森を行っておしまいです。はい、エンドにフェッチを入れます。はい、絶対デュアルランドは入ってないからさすがにタップインのね、青城の土地が、ね、何があるんだろう。 C20 で、あー愛想がすごい。これさ、待って、タルキール時代のスタンダードみたいな。そうそうそう。バトルランドっていうやつ、ね、タップ、ローで、じゃあ島を置いて、はい、終わりです。お、構えね、構えな。じゃあ俺もフェッチを使います。はい、このデッキにフェッチって極悪だな。オムナスとフェッチ、サンマナ、サンマナといえばね、こちら、はい、前回使われたウーロ、はい、出ました。出た、能力スタック出た。え、ソープロ。あ、統率者レジェンド。あ、あったあった。ソープロあんの。その3点減して、でワンドとしてじゃあ沸騰する勝負。マジですごい強化されてる。お互いにおしまいです。あ、うん、もう1枚しまって終わり。はい、構えてくるね。ジャブっていうか工作、工作、はい、オッケー、取った。基本セット土地を最大2枚探して森を置いてしまってくるかな。おしまいです。で、はい、しかじ、おお、来た。で、あっち、どうぞ。で、おお、共演の時が、いいね。はい、じゃあ頑張ります。いいね、すぐお助かりって感じです。止まると、そのまま、はい、1球からの0、2枚目、そう、出た。じゃあ出て、戻して、3点減る、そういって、よし。はい、おしまいです。そしたら、こっちもやって、はい、出します。おっ、飛びします。強い。さすがに、ここでね、ネチャーズクレーム。さすがいない。これは怒る。はい、3点。はい、じゃあ、ディスカードして、こちらの、こちら全部取ます。はいはいはい。これ強いね、そう。攻撃と防御を兼ねてる。これもとないんで、はい。うお、トラフト。これもダブルマスターズ。はい、ただ4マナでフリーダム、はい、フリーダム入ってた。1が出るたびに2に得出るか、全クリーチャーに出せ違う。これはね、危なすぎるので、おお、これもコマンダレジェンズ、コマンダレジェンズ。なるほど、おとなしくフルダッチします。はい、手には本当に何回使ってもこのカードおかしいよな。3つ押して出て3点ゲーム、でもあるどっちを受けると、リトリアのトライオームかな、おかずおしまいかな。はい、どうします。はい、そう、スカジオ出します。はい、パスからか。はい、はい、はい、装備を正トラフトにつけます。はい、おお、無敵。ク
ソ強いこいつやばい手に負えないルーロでブロックされないから、はい、クートークンが出て、はい、8点8点8点22誘発スタックで一挙で血を切って、うん、これで酔ってない方の鹿獣を起動しちゃいます。はい、はい、でまた疲れました。でアンタップスタックで使うことによってで土地も起きると。はい、そしてリスカードされて他になって一応ちょっとスキルが終わりです。はい、ではどうしよう、まあ、とりあえずこいつもブロックできないからアタックしていくしかないので、はい、アタックします。66、まず3点ゲイン、はい、3点ゲインとワンドロー石数でブロックして、はい、4マナ、うん、オムナスオムナスオムナスは危ない。うわあ消された。しかも数値数値された、うん、まあね、ナイフいっぱいあるから、じゃあこれ、まあ、続けて探検よろします。うわあ、あんまね探検です。うん、なるほど、エヌです。あ、そういうファストにつけます。来たな。88です。はい、で、警戒、はい、アタック88、警戒12点、12点、やば、残りが13か。じゃあ8点、これハンデスきついんだよな。で、第2メイン、はい、精神の一番のおぉ、やめてくれ、俺のトップを見ないでくれ。フラがもう1枚しかないんで、ブレインストームします、はい、いや、カウンター引かれたくねえ、やめてくれ。うん、地図、えこれはね、レガシー禁止カードだったこともあるほどのから、メタじゃん、ちょっと俺のラブデッキのメタじゃん。はい、アップキープ、自分のアップキープの開始に誰かが、自分より多くの土地をコントロールしている場合100%持ってますね。ライブラリーから土地を3枚探して札に加えると。はい、ベストと相性がいいね。なるほど、うん、いやでも相手お手札1枚、うん、そして待ってるマナは1つ、青マナ、ここはもう攻めるしかないだろう。え、発生の根本原理、ライブラリーの一番上からカード5枚見る、5枚見る、その中から望むパーマネントカードを直接戦場に出して、え、パーマネント何でも、はい、で残りは手札に加える、はいはい、え、まずはコブラ、コブラ、はい、土地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 、4マナ出た、4マナ出たおい、ちょっと外れってことで話が違う、外れで合ってる、外れですね、ちょっともう基本土地出しすぎてない可能性あるな。一回ちょっと様子を確認しよう。白はあったはず、まあ、一応とりあえず4マナが出てて、うん、トライもありました、はい、で、ここで緑5マナ行くか、5マナ行こう、さらに切ろう、うん、一旦トライオム、うん、で緑6マナ、うん、9マナ X イコール7、お、7の期限のハイドラ、期限のハイドラ X7、はい、唱えた時に、うん、X 枚カードをライブラリーの上から公開して、その中から、X マナ以下のカードを倍に出せると、はい、じゃあ7枚ドン、10マナのためね、のためダメでした。とりあえずフェイザー絶対出すで、残りは、気になりします。ないためここで置いて、はい、トークン出ました。でコブラで7出るんですが、とりあえずその使い道はないため、でアタックします、はい、アタックしますってね、でこれで土地を置いて、はい、4でトークンが2体目出ます。はい、でまあブロックします。はい、死にました。ただこれで1回ジェイスバウンスされても生き延びている。おしまい。まあ、ウールはね、もう何回でも出せますからね、このデッキで、キープ1で誘発、はい、じゃあアタックします。コンボがあったとかなかったとか、そしてフェッチもある、すごい、はい、フェッチを3枚フェッチまって、通常ドローで、はい、まずジェイスでプレイ、はい、あの、これが何かはもう分からない、これが分かるかもしれないそっちかな、すねで、はい、じゃあドラフトでアタックします。ブロック、はい、で、まあトークンの4点だけが、あ、そうか、トークンは通るね、はい、で、こちらまた8点、やべえ、ライフ逆転されてる、完全に。これ手札かなりリフレッシュされたよね、これ。てか次も誘発したらさ、シャッフルできるからさ。そうなんだよ。やば、え、っていうか、ちょっと待って、ソフトスターファンブル、これもダブルマスターズに入ってるんですよ、ね、あれ、え、これ石舵と相性抜群じゃん。石舵と相性が抜群で、石舵で弱者の剣を持ってこれると、なんと、なんと、なんと何かが起きる。はい、どうします。うん、とりあえずは4マナ、うん、このね、カラフルな土地から出るのは、オムナス、オムナス、うん、はい、出ました。はい、どうします。はい、次4マナ、うん、フェリダーの撤退、あ、ついにもう一個フェリダーの放送に、わあ、数値数値でされ、数値してきた、7に行くか、
で、さらにこれね、マジでこのデッキ無限のリソースある。4マナで、はい、ウーロ脱出、はい、5枚を追加して、はい、ウーロ脱出、はい、で3点減して、うん、ワンドロー、はい、で土地を置きますと、うん、これでまず4点減、うん、トークンが出ますと。まだあるのか、あるのか、フェッチを切る、うん、あるのか、裏にあったラウーリング出して、これでオムナスから4マナ出ると、緑青を出しといて、オムナスから出たマナはオムナスになります、うん、ああなるほど。でワンドロー。これ無限に続く、このデッキさ、うん、スタンダードとほとんど変わらないようにできたってマジ。さらに3マナ、うん、ウーロ出します、出して死んで、うん、ドローして中が出ると、はい、でさらにこのオムナスが4点減して、うん、てかいやこれでは絶対もう結構出てる、うん、こうかモテクション緑こいつ超えられな。おしまいですね、はい。さあじゃあ月ペット地勢を入れます。やべえ。マネがあるんですね。あらで、はい、どうします、はい、バウンスをします。お、どれ、石火事、おで、石火事をはこれはカストすると装備品がサーチできるので弱者の剣。あ、これ揃っちゃったじゃん。どっか揃っちゃった。はい、弱者の剣。はい。これは飛びしてるクリーチャーがプライ1プライの修正を受けるってなんてことない装備品なんですが、うん、11のクリーチャーが1体出るたび弱者の剣が墓地にあったら、はい、弱者の剣を戻してその11につけていいっていう、はい、1マナ払ってトークン出ないアーティファクトを生贄に捧げると、はい、弱者の剣を生贄に捧げます。はい、トークン出た、トークンが出ました。はい、11が場に出ました。はっ、弱者の剣が戻ってくる、つきました。つまり、しかも1点減、1点減、はい、というね、弱者の剣を無限に削ることによって1マナ、そうそう、ウィントークンが出ます。1マナ払った数だけ同じことができますと、やばっていう、ただそれだけなんですよ。だからこれもう、俺が待っているとずっとトークンが無限にバーッとなってバーッと死ぬという、ドラフトのアタック、4?8?8?8? 答え気づきになられました。はい、じゃあ天使の4点はい、ドラフト、はい、8点無限やばいんだけど、コミュニティ終わんねえんだけど。終わり、うわぁ大変だ、ドロー、うん、とりあえずは半剣でワンドロー剣、うん、ちょいて、うん、4点剣、2,3,4,6 出る、で、コブラで1マナ出ました、まあ、緑で10マナ、超天壊滅獣、超天壊滅獣、10マナ10獣、続称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 、つまり4回続称、はい、カード入ってるのかな、ドーン、じゃあ出ました、出ました、ワンダー死んで、じゃあワンダー5、さらに2回目うぅ、3点ゲイン、これできなくないじゃないかな。で、そっちは土地出して4点ゲイン、4点ゲイン、で、めちゃくちゃだ。めちゃくちゃ、ちょっと待って。で、緑ちゃん、緑ちゃんは出しておきます。はい、で、3回目コブラ、2回目コブラ、コブラちょっとえ、ライブラリー結果としてはオムナス、ウーロ、コブラ、コブラ、あんまりして重々、そして重々、すべて緑のクリーチャー、ここに超えられない、緑トランプルもない、トランプルもない、あれ全員飛行機械の前に、でもこっちの勝ちはほぼ確定してるような気がしているけど、ね、大丈夫か、はい、頂点、あ、頂点回数集がライフ36、お互いライフ減らなすぎだろ、減らなすぎで、終わりです。はい、ハンドは7枚です。こちら手札は、あ、ないです、はい、こちらの名前ふん、ドローがしていかないと、うん、ないから、ウーロはもうバンザーアタックするしかない、ウーロバンザーアタック、3点ゲイン、3点ゲイン、ドロー、ふん、なるほど、はい、で、土地はなし、ダブロックしかない、このカラフルな土地からメイン2、はい、7マナ、7マナ、発生の根本原理、発生の根本原理ですか、まあね、いや、そのライブラリーの、あ、ライブラリーも8枚か、なるほどね、なんかもう通していいんじゃないかとさえ思います。いいんじゃない、通してるんでしょう、はい、はい、はい、あ、ウギン、ウギンが、しかも2枚負けた、おお、すごい、ウギン入ってたんだ、ウギンだけ出します、はい、ウギン、ドン、え、これカウンターできないじゃん、そう、いや、しとけばよかったね、しとけばよかったね、甘く見た、甘く見たっていうか、うん、なんかでもそれでも勝ちそうだけどね、そうだね。こいつら無職じゃん。やばい、無職のカードもね、うちにはいっぱいいるんでね、あ、最後の1枚、最後の1枚、もうウーロを出せすらしない、じゃあメインフェイス
ウーロ出します負けこんなんでいいのかってはい、というわけでいかがでしたでしょうか、はい、結果は GS 石火事の藤田さん勝利です。ありがとうございます。すごいアドバンテージだったね土地勢土地勢すごいね。土地勢でね絶対持ってこれる土地勢と、うん、ブレインストームをするジェイスしかも今年フェッチちゃんと出てるっていう全リーガーエクスペーションからフェッチ出てる必要なカードは全てあってフォース・オブ・ウィル・ソープロ確かに確かにいやこっちの範囲はね、料理を入れてなかったことかなそうかもしれない、確かにそう、80枚にしとけばもしかしたら勝ったかもしれないもうちょっと欲張るべきだったあちょっとね、根本原理の戯れに通したらヌギンが出て一瞬焦っちゃったけどあれ、ヌギンヌギンだから、そう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 あと20枚ライブラリやったらもしかしたら逆転出たかもしれなかったはい、まあ、ただね、結構面白いカードいっぱい出して商店会メッセージとかさ、めちゃめちゃ好きなカードだっただけど、ウヒめくってくれると思いきやめくってくれなかった今回ね。いいか。いいカード、面白い。面白い。続賞4回な。ほんとバカが考えたから、みたいな感じですけど。まあ、結構渡り合ったジェイスと石火事、しかも放送ウィルも入ってるデッキ、結構渡り合ってて。そうだね、正直ね、剣がなかったら負けそう。緑黒剣のプロテクション緑でアタックされなかったからこそっていうところがあるから。というわけで、いかがでしたでしょうか。まあね、皆さんね、今年1年どんな年だったかっていうのをコメントで教えてくれたりすると嬉しいです。はい。来年はね、僕らも、YouTube で、はい、もっとマジックね、盛り上げていきたいと思うんで、来年もよろしくお願いいたします。というわけで、よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。というわけで、良いお年を、トロピー、お疲れでした。でしたまた来年。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。